飾り付けの霊ス邸に施された飾り付け仙台、七夕は旧仙台藩内各地でご節句の一つ、七夕にちなんで毎年行われている年中行事、及び祭りである。地元では、七夕さんとも呼ばれている。宮城県仙台市で開催されている仙台七夕祭りが特に著名。仙台七夕祭りは、例年7月7日の月遅れである8月7日を中日として、 8月6日から8日の3日間にわたって行われる。大規模な飾り付けがされるのは、一番町や中央通りなどのアーケード街、仙台駅周辺などであるが、それ以外の商店街組織ごとの飾り付けや、店舗や家庭など、個別の飾り付けなど市内各地至るところに、小から台まで合計3000本と言われる飾り付けがなされ、街中が七夕一式になる。 東北三大祭りの一つに数えられ、例年200万人以上の人が訪れる。仙台市周辺の自治体各地の商店街などでも、同時に代償様々な七夕飾りがなされるため、市境を越えて広がりを持つ。また、国内各地の七夕祭りに影響を与えてきたことも、あって、首都圏などの企業や、駅や空港の七夕飾りを作成する業者も存在しており、 その豪華な飾り付けが各地に移出され続けている。江戸時代初期、仙台半の伊達正宗が、婦女に対する文化工場の目的で七夕を奨励したため当地で盛んな年中行事の一つになったともされるが、詳細は不明のままである。年中行事としての七夕は、江戸時代中期頃から全国各地で行われている。1783年には、 天命の大飢饉発生による荒廃した世俗の世直しを目的に、藩内で盛大に行われた。1873年の新歴採用を境にして、年々七夕の風習は廃れ始め、第一次世界大戦後の不景気以降はそれに白車がかかった。1927年、この状況を憂えた商店街の有志らによって大規模に七夕飾りが飾られた。 すると、大勢の見物客で商店街は賑わった。翌1928年には、旧暦開催を新暦日付の月送りに開催することとし、東北産業博覧会と関連して、飾り付けコンクールも行われ、以降、華麗な飾り付けが発達するようになった。このようにして、七夕という庶民の風習は、七夕祭りという昼間の商店街で行われる。 イベントへ転換した。戦後の1946年、仙台空襲で焼け野原となった町に52本の竹飾りで仙台七夕は復活した。翌1947年の昭和天皇巡行の際、沿道に5000本の竹飾りを並べて大規模な飾り付けの七夕祭りが復活した。1949年には七夕協賛会が発足した。 高度経済成長以降は、東北三大祭りの一つに数えられたことで、日本各地から団体旅行客が集まる祭りへと変化した。1970年からは、動く七夕パレードと仙台七夕花火祭りが始まり、夜のイベントが加わった。1983年からは、夕涼みコンサートが始まり、無料の屋外音楽イベントの面も持ち合わせるようになった。 2021年現在では、動く七夕パレード、ユース済みコンサートは、共に廃止されている。近年、定前寺通りや東二番町通りの交通規制も実施されなくなる、と、かつてほどの賑わいを見せなくなったものと言われている。2020年4月10日、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、この年の仙台七夕祭りの開催中止が、決定された。 ベガルタ仙台の応援飾り宮城県仙台、七夕では七つ飾りと呼ばれる七種類の飾りで構成されている。それぞれの飾りに意味がある。このうち吹き流しが現在の飾り付けの中心となっているが、他の六種類の飾りも少々に見られる。吹き流しにはくす玉が作れが多い。この吹き流し五本で一セットとして一つの竹竿に飾られるのが正式とされるが、 飾る場所や飾りのデザインの都合で数は増減する。また仙台七夕の特徴として飾りが和しないしは紙で作られ他の七夕のようにビニール製の飾りはほとんど見られない。その他に特徴的な飾りとしてからくり七夕がある。これは数体の糸あやり人形が乗った小型舞台で一定の動きが自動で繰り返される。また、 仙台七夕祭りの初日である8月6日が原爆の日であることから平和七夕が行われている。これは全国から寄せられる100万羽物の折り鶴から18万羽を5本の吹き流しにして飾られるもので、その他の折り鶴は花輪状にして観光客に平和のメッセージと共に送られる。飾りの設置はまず商店街内に店舗を構える。 各事業所が滑車をつけた10メートル以上の竹を道に埋め込んである専用の差し入れ口に差し込んで立てる。次に滑車に通した紐に吹き流しなどの飾り付けをつけ、紐を引っ張って飾り付けを引き上げる。最後に紐を固定する。この方法により、道の中央にアーケードのない一番町四丁目商店街では急に雨が降ってきた場合に吹き流しを下ろして、 ビニールをかぶせることができるようになり、適宜天候に合わせた展示ができるようになった。また他の全天候型アーケードのある商店街も含め、夜になると一度飾り付けを下ろして折りたたむか、ビニール袋などに包んで、小さくし、通行人が触れられないほど高くに引き上げている。これによって、深夜、早朝において、飾り付けの破壊行為をされるのを防いでいる。 企業が展示する飾り付けは77銀行などの地元企業が中心だったが近年ではメセナの一環として仙台に支店を置くた地域の企業も展示することが多いこのため多数の店が並ぶクリスロードでは企業のロゴが入った飾りを目にすることが多い仙台七夕には秋田関東や青森ねぶたのような熱気はなく従来飾り付けを見て 商店街の七夕セールや露店を冷やかすというものであったため、期待外れでつまらないという感想を持つ観光客が多いとされる。そのような観光客の不満を解消する目的もあり、以下のような不随イベントが企画、実施された。このうち2017年現在でも開催されているのは随法度の七夕ナイトのみである。 仙台七夕がドラマ、映画、小説の舞台となったもの1919年77銀行が福島県伊和全軍平町に平支店を開設した際に仙台七夕を紹介した。この年を第一回として現在は平七夕祭りとの名称で毎年仙台七夕と同様の日程で開催されている。仙台以外で開催される 仙台七夕を冠したイベントとしては、サンパウロ仙台七夕祭りがある。1979年6月2日に、ブラジルサンパウロ市中心部のリベルダー自治区で、初開催され、現在は、サンパウロ市のイベントカレンダーに乗るほどの規模になっている。例年7月下旬から8月上旬の開催である。また、ブラジル各都市にも広がりを見せ、南半球にあるブラジルにとっては、 冬の風物詩として定着している。また、フランスのパリ市では、仙台七夕祭り委員パリが行われるなど、仙台市のシティセールスでも用いられている。その他、仙台市が海外での七夕普及も行っており、仙台七夕国際交流実行委員会などが、各国での七夕飾り付けを行っている。日本国内においても2007年に、仙台七夕で使用された七夕飾りが、 鹿児島県鹿児島市に運ばれ、同市の中心部商店街である天文館の11の通りに、計急10個飾り付けられ、欧州仙台夏飾りが開催された。さらに同県薩摩仙台市の中心部商店街にも、仙台七夕の飾りを5体寄贈し、仙台の七夕工房の職人が薩摩仙台に、赴いて、七夕飾りの作り方を指導した。 仙台七夕の飾りは川内花火大会8月16日の際に飾られた。また2008年からは、薩摩仙台市民が作る仙台式と川内式の双方の七夕飾りが川内七夕祭りで飾られる。2009年からは、南カリフォルニアの宮城県人会が中心となり、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスのリトル東京において、二世本祭に合わせて、 ロサンゼルス七夕祭りを開催している。8月初旬は東北三大祭りなどをめぐる観光バスが日本各地から東北地方に集まってくるため一般道路及び各公共交通機関は非常に混雑する。仙台七夕開催期間中はそれらが仙台に集中するため観光バスに限って一時的に路上駐車禁止が解除される区間や その他の交通規制が敷かれる。また JR や仙台市交通局が祭り期間中に列車やバスの臨時便を運行している。都心部への鉄道によるアクセスには次の駅が最寄り駅となる。ありがとうございます。